最近の新人歌い手グループがヤバすぎる。はいどうもこんにちは、モルです。皆さん今歌い手界隈がどうなっているかご存知ですか？日々いろいろなグループが誕生しているんですけど、そのクオリティがやばいんです。最近結成したクロストさんを例に挙げると、なんと始動初日にオリ曲を投稿してます。しかもこのグループ結成前の準備期間に相当告知に力を入れていて、 TikTok や YouTube ショートでこれでもかってくらい宣伝をした結果、すでに Twitter 1万フォロワー、 YouTube のチャンネル登録5万人を突破してます。最初にも言ったけど、一番やばいのはなんといっても投稿している動画のクオリティで、結成1年目とは思えないぐらいオリ曲以外の動画もクオリティが鬼高いんだよね。これがどれだけすごいことかっていうと、今歌い手グループの最前線を走ってる超大人気グループストプリさんの結成1年目の動画と見比べてもらったらわかると思うんだけど、これね、これ見てほしいんだけど、今から約5年前ストプリさんが YouTube に投稿した動画なんだけど、やったー、完璧や。よくないリーヌ、全員4人になったらこれリセットされるんだよね。そうですそうです。あ、鬼よっこのプロと言われたね、俺のこと。え、これ今僕だけはね、みんな鬼じゃない？来た。あ、うわで見てるとテロップとか効果音がほとんど使われてないんだよね。だから言ったらあんまり手の込んだ動画ではないんだよね。ああ、ストプリさんでも最初はこんな感じだったんだってびっくりする人もいるかもしれないんだけど、でもだからこそリスナーさんはそこから成長していく過程をたくさん見れて、そこがすごく楽しみの一つでもあったと思うんだよね。だって最新の動画とかやばいもんね。逆に最近の歌い手グループは最初からクオリティがえぐいけど、でもリスナーさんからはそこからさらに上に上がっていくことを期待されるわけだから、お金だったり時間だったりコスト面がすごい大変だと思うんだよね。でも周りと戦っていくためにはそうせざるを得ないっていう、本当に誰でも始めればするけど伸びようと思ったら相当いろいろな手間をかけないとやっていけないっていう、本当に戦国時代って感じの界隈になってきたよね。事務所に所属したり、はたまた自分たちで会社を作ったりなんてのも最近よく見られるようになってきたけど、それでつまりより大きなことができるように、とうとう企業が絡むようなものになったんだよね。これからさらにどんどん進化していきそうな歌い手界隈、僕も乗り遅れないように頑張ります。それではまた次の動画でお会いしましょう。